皆さんこんにちは。博多にわか振興会の若杉蘭です。皆さんは博多にわかはご存知ですか？博多に江戸時代から続いている郷土芸能です。ここで簡単な一口にわかを紹介しますね。おじいちゃん、おばあちゃんにプレゼントするべきゃ。短いとでいいかいな。いいや、おじいちゃん、おばあちゃんなら長生きがよか。いかがでしたか？それではここで博多にわか振興会のグループを紹介しますね。まずイベント対応しているグループ4グループを紹介いたします。それでは次に地域などで活動を続けている4グループの紹介です。Thank you.
振興会は昭和32年に当時の福岡市の奥村重俊市長を会長に発足しました。大きな行事は発足当時から実施している博多盆に若大会です。毎年8月に実施していますが、令和2年度と3年度は新型コロナ感染防止のために中断しました。現在の会員数は令和3年4月1日現在83名です。現在会員募集をしております。連絡先は福岡観光コンベンションビューローを検索してください。また博多町屋ふるさと館で月に2回定期公演を実施しています。振興会のように一年中活動している団体。2つ目がその地域の神社の祭礼で奉納などその時だけ演じるにわかとあります。全国ほとんどのにわかが世相を風刺する寸劇やコントスタイルで、使われる言葉はその地方の方言です。そして最後にオチがつきます。博多にわかもこのような寸劇スタイルのにわかもします。博多では第二次世界大戦後から大きく広がり始めた一人でする一口にわかや、漫才のように二人でする掛け合いにわかが盛んです。お客様からお題をいただいて、その場で即興でする即席にわかや、にわか面をつけてするのも博多にわかの特徴の一つです。